はこれからあるところへ向かっています。それは着いてからのお楽しみです。ママの刺繍が入って生まれた時の髪の毛です。ゆうちゃんは新聞にも載りました。1歳のお誕生日にはまんまとにゃんにゃんが言えるようになったゆうちゃんです。絵も豪快に描けるようになりました。こちらはゆうちゃんの通ってた幼稚園になります。皆さんご覧ください。こちらがゆうちゃんの通ってた小学校になります。ゆうちゃんのやってたサッカーもやっております。そしてあそこの木はイチョウの木でとっても有名な木だそうです。通ってた中学校だそうです。ここのグラウンドでサッカーをしてたんですね。
大切にして、誰かのことそっと思うみたいに、切ない時一人でいないで、遠く遠く離れて行かないで、疑うより信じていたい、たとえ心の傷は消えなくても、なくしたもの探しに行こう、いつかいつの日か見つかるはず。一番大切なことは特別なことではなく、ありふれた日々の中で、君を今の気持ちのままで見つめていること、君にまだ言葉にして伝えてないことがあるんだ。それはずっと出会った日から君を愛しているということ。君は空を見てるか、風の音を聞いてるか、もう二度とここへは戻れない、でもそれを悲しいと決して思わないで。一番大切なことは特別なことではなく、ありふれた日々の中で、君を今の気持ちのままで見つめていること、忘れないで、どんな時もきっとそばにいるから、そのために僕らはこの場所で、同じ風に吹かれて同じ時を生きてるんだ。どんな時もきっとそばにいる。